はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。6月20日日曜日ですね、3時半を回りました。今日はね、なんか曇ってます。夕方、夜になると雨降るんちゃうかと言われてますけども、連合ニュースでございまして、これはですね、愉快なお隣さんの通信社が運営しているサイトでございますね。日本語版、私読んでます。ここにですね、今日の15時6分と言いますから、今から25分ぐらい前ですか、に出た記事で、速報、来月から防疫対策レベル緩和、首都圏は6人まで集まり可能というわからんでしょうけど、まあ記事がございまして、これ本部ないの？あれ？もう本部がないですね。本部ないの、本部。これかな？あれ？違いますね。連合ニュースの本文がないですね、これね。なんでやろう。どうなったね。これか。これで、本文ないですね、これね。写真のキャプションを読みましょう。韓国南西部広州市は18日から私的な集まりの人数制限を4人から8人に拡大した。来月から新型コロナウイルスへの防疫対策、社会的距離の確保の改変案が適用されるのを前に、高原道と京承北道、全羅南道などが8人までの私的な集まりを認める改変案を試験適用している。特別市と広域市のうち改変案を試験適用するのは広州市が初めて。光の州ですね。同市内の飲食店で食事をする市民というのが出てました。私が読みたいこの本文がない、なんなんこれみたいな。では知ってるだけのことを言いましょう。今、愉快なお隣さんではですね、コロナ対策で、5人以上の集まりが禁止されています。私の理解では、これはもうあらゆるところでそうでして、まあ言うてみればね、簡単に言えばその5人以上の集まり禁止ということは、デモはできないわけですよ。でもできない。でも5人以上でしょ。で、5人以上で集まってお酒も飲めないわけですし、5人以上で集まってペチャペチャ喋れないわけですね。で、これ非常にですね、ある意味、今のムン政権にとっては好都合なわけです。反政権集会みたいなものが開けないわけですね。で、愉快なお隣さんの場合は、政権支持率というものがですね、発表されますけども、かなりいつもながら政権寄りなんですね。発表する期間が政権寄りでして、なかなか 30% 切らないんですけども、どうもね、私が見てると今のムン・ジェイン政権っていうのは 30% の支持率ないんちゃうかなという感じがします。で、なんでないのって言われると、やっぱり政権運営の失敗が効いておりましてですね、これは日本との関係ではないんですよ。実は僕もここで取り上げるのはですね、日本との関係で、あいつらこんなことしたで、こんな判決出たでって、こんなことやってんでっていうのをよく取り上げるんですけども、彼らにとってはそれよりも何よりもね、日本との関係でいやーとかっていうのは、あれはガス抜きみたいなもんでして、彼らは彼らの生活があるわけですね。で、何が大変かと言いますと、一番はマンション価格はムンサイになってから大体2倍ぐらいも上がってるんですよ、ソウルので。ほとんどの人にこれ買えなくなってるっていうのは、それが一番の不満要素ですね。もう一つはですね、どこまで行っても若年層の失業率が改善されないというのがありますね。どういうことかと言いますと、学校を出た、ものすごい学歴社会なんですよ。ものすごい学歴社会で、もうちっちゃい頃からもう塾を掛け持ちして、もう夜中の11時まで勉強すると、それ小学生がやるんですよ。で、一生懸命大学入って出たにもかかわらずですね、きちんとした就職先にありつけるのは半分以下。半分以下どころちゃいますね。もっと恐ろしい数。例えばサムソンに入れればそのエリートなんですよ。
で公務員になれればもうそれも安泰なんですけど、でまあその他財閥系に入れればなんとかなんですけど、日本と違って非常に中小企業は弱いんですね。で日本って中小企業に就職しようが大企業に就職しようが初任給そんなに変わらないでしょ、表向きね。表向きは数年後にだんだん変わってきますけども、向こうでは初任給からしてその倍ぐらい違うわけですね。そしたらはっきりと勝ち組負け組が分かれてしまうということになります。で負け組になりたくないから皆さんこう正式な就職ではなくって片手間の仕事をしながらなんとかチャンスにありつこうと公務員の浪のになるための浪人をしたりとかそういうことをなさってるわけであって、実際大学出て、正規職に正規職というか実際就職してないような人っていうのは、2割3割いらっしゃるというふうに言われています。なんか若年層の実質的な失業率で2割3割あると。その人たちって何とかしてくれよムーさんと思ってるわけですけども、でもあの最初はね頑張んでとかって言ってたんですけど、4年前はね。でものすごい期待のことに生まれてきて政権支持率が8割を超えていたんですけども、それが何にもしない何にもしないところがかなりひどくなって、さらにそのちゃんと就職できた人もマンション買えないというような状況になって、なんでやねんということになってるわけですね。で、ひたすらやってはるのはですね、北と仲良くしようとか、それしか目につかないわけですね、あのお隣さんたちの目には、ね。それでもって、その帰宅権を持っている40代、50代の人ばかり優遇しているように見えるわけです。まあ、実際そうしているのかどうかというのは別の話ですけど、でさらに言えば、あの張国さんという、もう忘れなったかも分かりませんけど、玉ねぎ男ですね。ああいうその政権側の人が得しているというの話ばっかり出てくるわけであって、あの政権も、変わらへんやんと、今までの普通の政権と変わらへんやんと、保守系の政党がやった時と変わらへんやんって、政権の上の周りの人ばっかり得してると、でそれに対して不満が溜まってるわけですね。で本来あのお隣さんの人たちってそういう政治的な不満が溜まると街に出てやーってやるんですけども、幸いにしてというか文さん側からすると幸いにしてコロナなんで5人以上集まったらあかんっていうそういう規制を今かけてるわけなんですね。だからあれだけデモの多い国であるのに、あの今ほとんどデモ起こらないんですよ。あのいろんな方々がデモする、すぐにデモするなというイメージがあるんですけど、お隣さんってのは今そのコロナのせいでデモできない。だから反ムンジェインの声もですね、街角からは聞こえてこないわけなんですね。まあこれは非常にムンさんにとってはラッキーだと思います。下手したら今頃ね、段階でもろうそくでもみたいなことが起こってても不思議はないんですよ。あのコロナの前には松明デモというのがありました。反ムンジェインのデモですね、がありました。ただコロナになってからよっしゃそんな5人で集まったらあかんとかっていうふうになりましたんで、そういったですね反政権デモも、まあ、事実上禁止と、コロナを名目に禁止という状態に今なっています。でこれがですね、まあ、この連合ニュースの速報によりますと、首都圏は6人まで集まり可能と、まあ、5人以上はアウトやったのが要は6人まで OK になったからって、じゃあデモはできるかというと多分できないわけですね。多分できないんですけども、まあ仮にね、まあコロナが収まっていけばですね、政権もそれをそう緩和せざるを得ないわけであって、どうなんでしょうね。でもそんな簡単にその今ですね、お隣さんでもですねワクチン接種率が3割に達しようとしてるわけなんですけども、だからといってその収束に向かって、どう言いましょうね、でも OK みたいなところまで行くかどうかってね、まあ、ちょっと見通しが暗くなってきますね。というのは先行しているアメリカ、イギリスではですね、ガーッと下がってたんですけど、感染者数がここに来てちょっとリバウンドしてるんですよ。でもしかしたらそんなにねワクチンというものに対して過大な期待を抱かん方がええんちゃうかというような空気に今なりつつあるんですね。でそうなるとですね、その普通の生活に戻ろうというのがですねちょっと長引くかも分かりませんね。あのワクチンが万能ではなさそうやと
ということが今こう分かり始めています。どうやらワクチン接種率が高まっても感染者数ってあるところまで行ったら止まってしまうんちゃうかと、止まってしまうというか落ちなくなるんではないかというような感じに今なりつつあります。よう分かりません、私も僕はあの発表されたオープンソースの情報しか見てませんのでよう分かりませんけれども、ちょっとそんな気配が見え始めてきて、もう今年中で終わるやろうと私は思っていたんですけど、ちょっと怪しいなという感じになってきています。それでまたですね、お隣さんもだから集会の禁止とかの緩和は年内できるんかなという感じになりつつあります。まあとにかくでもこの連合ニュースによりますと、来月からお隣さんではですね6人まで集会集まり可能ということらしいです。これ貼りませんのでね、意味ないんで貼りませんので、まあ、皆さんなりに探していただければと思います。はい、どうもありがとうございました。